デビット・クロスビー、デビット・クロスビー、デビット・バン・コートランド・クロスビー、1941年8月14日帯は、アメリカ合衆国出身のミュージシャン、シンガー・ソングライター。バーズ、クロスビー、スティルス、ナッシュヤングといった1960から70年代を代表するロックバンドに在籍した。九種の選ぶ。 歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第99位。ロサンゼルス出身。父はマヒルの血統などハリウッドで多くの作品の撮影監督として活躍し、1930年にはアカデミー撮影賞も受賞したフロイド・クロスビー。カーピンテリアのケイトスクールを卒業。サンタバーバラシティカレッジに入学後、1960年代初頭に、 シカゴのコーヒークラブでフォークシンガーとして出演するようになったクロスビーは後にテリーキャリアーと親しくなる。フォークブームが訪れると二人でニューヨークのグリニッチビレッジに移ってデュオとしてデビューやレコーディングの機会を探したが叶わなかったという。そのままニューヨークに残ったクロスビーは日本でも再評価されているレスバックスターのグループなどに一時在籍後し,したほか、 兄弟のイーサン・クロスビーが当時メンバーであった、ソロシングルをいくつかリリースしたものの、大きな成果は得られなかった。シカゴに戻ったクロスビーは、キャリアーの仲介で、ロジャー・マッキンに出会う。後に、ジーン・クラークラと共に、バーズを結成。彼らは、ミスター・タンブリン・マン等のヒットにより、一約1960年代のアメリカ音楽シームを代表するグループとなった。 クロスビーの甘いテナーボイスによる高音パートのハーモニーはバーズのサンブコーラスを特徴づけるものでリズムギタリストとしても独特のカッティングでサウンドに変化をもたらした。また自作曲では先進的なサウンドや実験的な形式を試行し、スタールの導入、アカペラ、変速チューニング、モード的コード進行などバーズサウンドの一面を担った。 この時期のクロスビーの作品として代表的なものに、Everybody Has Been Band, Draft Morning, Ready Friend, 8, Miles High, 共作などがある。1967年にバーズを脱退。アルバム、ナウテのバード兄弟にて、クロスビーの曲、トライアットのアルバム収録をメンバーから反対されたことや、近年のリマスターによる再発で、 バーズバージョン日の目を見るに至っている、外部ライターのゴフィンイコールキングの曲を採用したことなどが脱退の原因と言われている。バッファロー・スプリングフィールドや俳優のピーター・ホンダとバーズ在籍時からバンド外での交友が広かったクロスビーは、ジョニ・ー・ミッチェルのファーストアルバムのプロデュース等を経て、1968年、元バッファロー・スプリングフィールドのスティーブン・スティルス、 元ホリーズのグラハム・ナッシュとクロスビー・スティルス・ナッシュを結成。1969年5月発売のファーストアルバムにはマイルス・デイビスにカバーされたグーイ・ニビア、スティルス、ポール・カントナートの共作、木の船などが収録された。ニール・ヤングがグループに参加。1970年3月、デジャブを発表。全米第1位を記録。クロスビーは アルバムのタイトルナンバーとなったジャッジーでプログレッシブなデジャブ。現在ではロッククラシックとなっているカットマイヘアなどの個性的な楽曲を提供しグループの成功に大きく貢献した。1971年2月、ジェファーソンエアプレインやグレートフルデッド等が参加した初のソロアルバム If I could only remember my name をリリース。全米第12位を記録。 スキャットを駆使したジャジーな楽曲や、嘲笑などの印象的なナンバーを残した。このアルバムのセッションは、プラネット、アースロックロールオーケストラセッションとこれ、後のジェファーソン・エア・プレーンや、グレート・フル・デッドのアルバムに収められることになる曲の、いくつかも、その原型が作られた。メンバー間の圧力から、クロスビー、スティルス、ナッシュヤングは活動停止。その後、 名優ナッシュとクロスビーナッシュ1972年タイとしてバーズの再結成1973年を挟みつつ活動を行った。クロスビーナッシュではお互いの曲調を尊重しながらサポートし合うスタイルでアルバムのうち2作を全米10位以内に送り込んだ。1977年 CSN を再結成しアルバム CSN リリース。 全米第2位を記録。しかし、長年の薬物中毒により創作活動に支障を来すようになる。当初スティルスナッシュ名義で出される予定であった1982年の CSN の再結成アルバムは、大半の曲で、クロスビーのコーラスパートをイーグルスのティモシー・シュミットや、サイモンガーファンクルのアートガーファンクルのハーモニーで補ったものであった。アルバム デイリット・アゲインは全米8位のヒットとなり、ツアーも行われたが、クロスビーはライブ演奏中も時折薬物によって命定しているようなありさまであった。1985年、重機法違反で実刑判決を受け、刑務所生活の後、薬物中毒の治療を果たし社会復帰。1988年には、クロスビーの社会復帰を祝福するかのように18年ぶりに、 CSN&Y を再結成し、アメリカンドリーム発表。全米16位を記録。ドラッグの後遺症により、1995年、簡易植手術。手術をきっかけに、ジェームス・レーモンドという若い男と会う。彼は、なんとクロスビーが1960年代に養子に出した実の息子であった。レーモンドは、以前、実の母親と面会した際。 実の父親がクロスビーであることを知らされており、手術のニュースをきっかけに会うことを決心したという。ジェームス・レイモンドはクロスビーから受け継いだ遺伝子へなのか、幼少の頃から音楽の才能を開花させ、LA シーンで、ジャズ、R&B 系アーティストのセッション、ツアーキーボーディストとし、また TV や映画の音楽作家として活躍し始めていたところであった。 実の親子は、再会をきっかけに次第に交流を深め、その後、そのジェームス・レイモンド、ジェフ・ピーバーとのユニット、クロスビー、パワーレイモンド、CPR を結成。モントレージャズフェスティバルへの出演等も、含め精力的にツアーをこなした。CPR は活動中に2枚のオリジナルアルバムと2枚のライブ版をリリースし、スティーリー・ダンに近いジャジーなサウンドは高い評価を得たが、 インディーズからのリリースでヒットには繋がらず2004年に解散した。断続的に行われていた CPR の3枚目のアルバムセッションはクロスビーナッシュのアルバムセッションとして再開され約30年ぶりとなるアルバムを2枚組でクロスビーナッシュとしてリリース。2014年実に約20年ぶりとなるソロアルバムクロスをリリース。実の息子 ジェームス・レイモンドとの共作が多く収められており、レイモンドはプロデュースも担当した。全米36位を記録。2016年、クロスビー・スティルスナッシュ、クロスビーナッシュ等と並行して精力的に音楽活動を続けてきたが、クロスビーとニール・ヤング、クロスビーとグレアム・ナッシュとの不仲から、クロスビー・スティルスナッシュ。 クロスビースキルスナッシュヤングの活動停止がグレアムナッシュからアナウンスされた。同年10月、ジャズ集団との交流を経て、リーダーのマイケルリーグとのコラボレーションに発展し、ソロアルバム、ライトハウスをリリース。全米117位を記録。また、A も女子の2016年の年間ベストアルバムトップ、50にランクインされた。2017年9月にニューアルバム、 スカイトレイルズ、ジェームス・レイモンドのプロデュースをリリース。ビルボード200ではチャートインしなかったものの、インディペンデント・アルバムズ・チャートでは10位、アメリカーナ・フォルク・アルバムズ・チャートでは11位、トップ・アルバム・セールスでは57位を記録した。2018年10月、ライトハウスでのマイケル・リングとのコラボレーションを発展させ、同アルバムに参加していた、ベッカ・スティーブンズ、 ミッシェル・ウィリスとの共同制作によるニューアルバム悲哀浮遊」リッスンをリリース。ビルボードチャートのインディペンデント・アルバムズチャートでは12位。トップ・アルバム・セールスでは87位。UK チャートで88位を記録した。また、これまでにバーズ、CSN&Y として2度のロックの伝道入りを果たしている。なお、交流が広く様々なエピソードが残っている。 ビートルズのジョージ・ハリスンにシタールを紹介したほか、ビーチボーイズのブライアン・ウィルソンにバンダイク・パークスを紹介したこと等が知られている。ジャクソン・ブラウンやジョニー・ミッチェルのデビューに尽力するなど、若手の発掘にも積極的であった。映画関係では、ロビン・ウィリアムズとのつながりで、フック、海賊役、バックドラフト、火事で焼け出されたアパートの住人役などの大作映画にちょい役、 セリフありで出演している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。